太陽の塔は芸術家の岡本太郎が制作した芸術作品であり建造物である。岡本太郎の代表作として同時期に制作された明日の神話とで総壁をなす。1970年に大阪府水田市で開催された日本万国博覧会のテーマ館の一部として建造され、万博終了後も引き続き万博記念公園に残された。2020年に 国の登録有形文化財に登録された。高さ70メートルの塔で、その上部の顔についた目は、日没とともに光る仕様であり、万博後中断されたものの2010年3月末、頃より再び毎晩点灯している。塔の内部は、生命の木と呼ばれる生物の進化というテーマに沿った展示物が置かれており、万博後非公開とされたが、 何度かの限定公開を経て2018年3月19日に再び公開された。これに合わせて万博開催当時、テーマ館地下展示、祈りに設置されていたが、閉幕後よくへ不明となっていた、指定の太陽が復元された。塔の高さ約70メートル、規定部の直径約20メートル、腕の長さ約25メートル。未来を表す上部の黄金の顔。 現在を表す正面胴体部の太陽の顔、過去を表す背面に描かれた黒い太陽の三つの顔を持つ。大手ゼネコン三社が手を組み、造船技術を用いて鉄骨鉄筋コンクリート構造で建設されているが、太陽の顔は軽量化のため、ガラス繊維強化プラスチックで作られている。製作はスーパーアーレジン工業。 岡本はこの顔に特にこだわり、自身の手で削り修正を加え続けた。顔の表面の凹凸は創業者、渡辺玄優のアイデアで、硬質ウレタンを粉砕したものを接着し、表現している。過去の顔、黒い太陽は、しがらきや木の技術を活かした、等半製で、平田タイルが思考を担当した。赤い稲妻と黒い太陽のコロナは、ガラスモザイク製である。 太陽の塔は、その複雑かつ独特な形から、当初は70メートルの建築にした時に、耐震基準を満たせるのか、そもそも立つのかもわからなかったため、建築士のプロジェクトチームは、岡本の製作したひな型を厚さ1センチメートルの輪切りにし、計算をしたとチームの一員だった上田翔吾は語っている。万博当時は、黄金の顔の目には、サーチライトのように光を放つ、 キセノン投稿機が取り付けられ、万博期間中は博覧会協会が運輸省に特別な許可を得て期間限定で点灯していた。万博終了後に雨漏りによって地下室が浸水し、電気系統が故障したこと、また近隣に位置する大阪国際空港を利用する飛行機の発着に支障をきたす可能性があることなどの理由により点灯されることはなかった。しかし、 2005年に行った愛・地球博のイベントでは外部からコードで引き込んだ自動車用のライトとバッテリーを用いて一時的に点灯が行われた。また2010年3月27日からは日本万国博覧会開催40周年記念事業の一環として日没から23時まで毎夜点灯されることとなった。なお、投稿期は 大阪国際空港を発着する飛行機の運航に支障が出ないよう、計148個の LED を使用した輝度の低いものに交換されている。中空になっており、生命の木と呼ばれる巨大なモニュメントが中心に一致している。万博開催中はパビリオンの一つとして、塔の内部に入ることができ、さながら体内巡りのように音楽やナレーションを聞きながら、 干渉するという趣向になっていた。万博終了後は長らく一般非公開とされていた。しかし、2003年に日本万国博覧会記念機構が独立行政法人となったのを記念して、誘導や避難などの災害対策をすることを条件とし、消防署から特別に許可が下り、33年ぶりに限定公開された。ハガキによる応募者を抽選で、 万博博覧会開催の年にちなんだ1970人を招待した。以降も不定期に一般公開された。この公開は2007年3月31日をもって一旦終了した。一般公開の際は著作権の関係から内部の撮影は禁止となっていた。また、消防法の関係上、党内の見学は1回のみで上層階へは上がれなかった。 この後改修の上、2010年の40周年事業の一環として再公開される予定となっていた。しかし耐震診断の結果、建築基準法上の耐震基準を満たしておらず、上半身や腕が特に危険という結果が出た。このため、40周年の2010年の再公開は見送られた。日本万国博覧会記念機構では、2011年度に、 耐震補強工事の設計を行い、早ければ2012年度に着工して再公開を実施する方針と報じられた。しかし、2012年度末にあたる2013年3月に実施された工事の入札はいずれも予定価格が上限を超えて不成立となった。日本万国博覧会記念機構は2013年度で解散して管理を 大阪府に移すことがすでに決まっていたが、大阪府は2013年8月に耐震工事は承認するものの内部公開に必要な改修への不承諾を機構側に返答しており、再公開の見通しは不明確な状況となった。しかし、同年11月になって大阪府の松井一郎知事は日本万国博覧会記念機構が保有する、 積立金を負外引き継ぐことで国と合意したとして内部公開を進める意向を明らかにした。公開時期は2013年の段階では工事が順調に進めば2015年内にも可能と見られていた。しかし、口術の通り2014年の段階で2016年度末となり、その後構造上の理由で工事費が高騰し、 工事業者の入札が不調に終わったことから2016年4月以降に入札を再度実施するため、公開時期はさらに1年遅れの2018年3月となる見込みであると2016年2月に報じられた。大阪府は内部公開に向けての耐震化工事の予算を2016年度分と2017年度分で合わせて約17億円を計上した。 2016年10月末より、耐震、内部修復工事が開始され、2018年1月19日より、内部への入管予約を開始、2018年3月19日に、一般公開された。このほか地下空間も設けられており、そこにも、指定の太陽人間の祈りや心の源を表す、と呼ばれる第四の顔が設置されていた。ただし、 生命の起動用万博終了後は閉鎖され、行方不明となった。2009年には40周年事業の一環として再展示することを目指し、情報提供が呼びかけられたが、2010年3月13日のエキスポ70パビリオンの開館には間に合わなかった。その後も手がかりとなる情報はなく、引き続き情報提供が呼びかけられている。2019年に放送された、 シムラところの戦うお正月での調査では、解体業者の証言により1977年頃に、神戸市立王子動物園内の兵庫県庁の施設に移設され、1984年に、動物園内の県施設解体の際に解体時の廃材を夢末埋め立てた可能性があるという経緯で夢末の埋め立て説が提唱されている。2014年7月30日、 府の有識者会議は第四の顔を復元し2016年度末の公開を目指す意向を明らかにした。その後公開の期日は延期されたが、2018年の太陽の塔内部公開に合わせ2017年3月より復元を開始。復元には生命の木の縮尺模型や太陽の塔などのフィギュア制作を担当した海洋堂が協力。元の図面は残っていないので、 写真や関係者の聞き込みをもとに制作した原型を 3D スキャンし拡大、美術評論家の意見を交え微調整して制作された。太陽の塔の内部に作られている高さ45メートルの生命の木は生命を支えるエネルギーの象徴であり、未来に向かって伸びてゆく生命の力強さを表現している。こうした生物の進化を樹上の表彰として図解した。 最初の生物学者は、フリードリッヒ・ヘッケルであり、通常、系統樹、進化の木と呼ばれている。岡本太郎急増書の安木隆一著生物学にも、系統樹とされている。これを、生命の木と呼ぶことは異例である。一方、伝岡本太郎急増のクルトセリグマン著魔法の歴史には、ユダヤ教神秘主義のカバラの木が衝突されている。カバラの木は、 生命の木のことである。生命の木とは人間と形上学的存在との契約を意味する非合理的象徴である。岡本自身は、系統樹と生命の木の意味の相違を知っていた可能性が極めて高いが、系統樹と命名すべきオブジェを生命の木と呼ぶこととなった背景には、テーマ展示担当の他のプロデューサー等との関わりなどがあったもの考えられる。この生命の木は、 単細胞生物から人類が誕生するまでを、下から順に原生類時代、産葉虫時代、魚類時代、両生類時代、爬虫類時代、哺乳類時代に分けて、その年代ごとに代表的な生物の模型によって表していた。当時、生命の木の枝には292体の模型が取り付けられており、これらのうちの一部は電子制御装置により動いていた。デザインは、 ウルトラマンの造形で知られる、成田徹が、岡本太郎の原案をもとに制作した。なお、これらの模型は、つぶらやプロが制作を行った。内部はエスカレーター、もしくは展望エレベーターで1階から、上層部まで登りながら見学することができた。修復されるまでの塔内は、これら模型の大多数は散逸してしまったが一部と、幹は健在。 ここから並んで60分ですと示されたサインボードなども存在しており、当時の賑わいを密閉された空間内に封印していた。内部修復工事が決定すると2016年10月に工事前最後の内部公開が行われ、500人の定員に8万人の応募が殺到した。修復工事では耐震性を上げるため壁を20センチメートル厚くし、 重量のあるエスカレーターを階段に付け替えるなどした。万博当時は強制的に5分で最上部まで登っていたが、階段にしたことによりゆっくりと干渉することができる。内部が少し狭くなったことや安全性を考慮し、292体あった生物模型は183体になった。153体は新規に制作し、29体を修復した。 生命の樹上部のゴリラの実は経年を表すため、頭がもげ、内部気候が出た状態で展示されている。新規制作された模型の一部はディテールが向上している。また、最下層のポリップには、照明が埋め込まれた。展示されている生物を紹介するパネルは、当時のものを使用している。展示模型、編集太陽の塔は、丹下健造が設計した、お祭り広場中央に、 広場を覆う銀色のトラスで構築された大屋根から塔の上半分が突き出す形で建てられ、テーマ館の一部となっていた。1967年の最初の公式記者会見において、岡本は高さ60メートルの、この基本構想の思想的背景として岡本が愛読した世界的宗教学者、ミルチャエリアーでの著書の存在が指摘されている。岡本は大屋根の下に、 万博のテーマを紹介する展示プロデューサーに就任していたが、就任以前からテーマである人類の進歩と調和に反発。そして先に設計が完成していた大屋根の模型を見るなり70メートルだなとつぶやき、穴の開いた大屋根から顔を出す太陽の塔を設計した。なお、当然ながら反発した丹下や部下に対し頭を下げ合って慣れ合うだけの調和なんて癒しいという。 信念を曲げず大喧嘩した末に、大屋根に穴を開けさせ太陽の塔を建てたというような話がルーフしているが、平野明信によれば、丹下健造の権力を考えれば、太陽の塔を白紙にすることは簡単であり、万博全体として見れば、太陽の塔はあった方が良いので、白紙にはしなかった。そもそも二人は、万博以前から関わりがあり、プロデューサーに推薦したのも丹下のため、 太陽の塔が立ったのは、丹下のおかげと語っている。テーマ館、サブプロデューサーであった小松左京が石原慎太郎の小説、太陽の季節の中の障子を破る場面を連想し、それを聞いた岡本太郎が太陽のと命名したとの証言を、ノンフィクション作家の松浦慎也が小松から直接聞いたとして伝聞を記しているが、 岡本がどのレベルで述べたのかについては、実行が必要である。一方で、前年の1969年に、プレ作品、若い太陽の塔が制作公開されている。小松の談話は、完成した塔を見た発言のように聞こえるが、それだと時系列的に矛盾する。1952年に、岡本は、太陽の神話という作品を作っている。太陽がモチーフなのは、 そのかなり前からという学説がある。万博回期中は、観客は過去の展示部分であるテーマ館の地下部分から透明のトンネル状の通路を通って太陽の塔内に侵入した。万博終了後この通路は撤去され、通路跡はコンクリートで塞がれているが、その後は今でもはっきりと確認できる。塔の右腕の内部に設置されたエスカレーターは大屋根につながっていた。 また、塔の西側と東側には、同じく、岡本太郎作のオブジェ、母の塔、青春の塔が建てられていた。太陽の塔と、博覧会閉幕後もしばらく残されていた、お祭り広場を屋根のステレオ空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成太陽の塔は、万博終了後に取り壊される予定であったが、撤去反対の署名運動があり、 施設処理委員会は1975年1月23日に永久保存を決定。その後は老朽化の進行により維持費が増加し、その確保も難しくなっている。しかし、太陽の塔はもはや大阪城や通天閣に並ぶ大阪のシンボルとなっており、維持管理に懸命の努力が払われている。海洋堂は2005年にタイムスリップグリコ。 大阪万博編で太陽の塔をフィギュア化し、その後も1、350、1、500、1、144と様々なスケールのフィギュアを発売している。1、350スケールは2度、1、144スケールは3度再発売されるヒット商品となった。バンダイは2014年に超合金フィギュアの発売開始40周年の記念企画として、 この太陽の塔をモチーフにした、超合金、太陽の塔のローボのある商品を、数量、予約限定で9月27日から発売した。玩ングデザイナーの野中剛が海洋道製一、350太陽の塔を元に製作した稼働フィギュアを、商品化したもの。この商品の開発にあたっては、岡本太郎記念館館長の平野明氏も公認、監修に携わっている。 日本おもちゃ大賞2015ハイターゲットトイ部門優秀賞受賞2018年には内部公開に合わせコンパクト版である太陽の塔のロボジュニアが3月より発売された2015年には機体クラブの人気カプセルトイコップの縁ことのコラボレーションでコップの縁の太陽の塔が発売された発売間もなく品薄となり 同年4月末に再発売された。ありがとうございます。